毎度、今日は西淀川まで行きます。阪神電車乗って姫路まで降ります。そう、姫島神社へちょっと用事があったのでこちらの方まで来ました。このチャンネルはおっさんが奈良を中心に関西のお店を食べ歩いたりうろうろしたりした記録をつさらしてますチャンネルでございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。神社の近くにどっかええお店ないかなってランチ時やったんで見てたらこちら、あ、ええ感じのお店やんってことで初めてやってきました。ビストロ山手、いろいろランチあった中でこの一口ビーフステーキをいただきます。サラダとスープと、はい、このメインディッシュとライスがついて900円、なかなかボリューミーでいいんじゃないの。それではメインのお肉からいきましょうか。お肉、わあ、めっちゃ美味しいっす。あ、例のポテトやね、はははは。いや、このソースがいいんじゃないですか。お肉の西淀川ってあんまり来たことないので全然土地感がないので、まあ Google マップで見て来たわけなんですけど、駅から10分ほどでね、わかりやすいところにあります。おっさんの一人すぎる Vlog、 創作フレンチのお店のランチってことで非常に期待をしてましたが、うん、美味しいですね。いやー素晴らしいっす。そしてこのね、お皿に今ちょっと見えたと思いますけど、マスタードがポイントです。お肉と、そしてこのレンコンとか大根もマスタードをつけると少し和のテイストを感じたり、美味しいです。素敵でございます。めっちゃ美味しい。この日は13時半頃、オーダーギリギリの時間に来たんですけど、入ったら満員でして、いやー人気の店やねんなーって、こう長くやっておられる感じで、店内もお料理もアットホームな感じで素敵なお店でした。ってことで、ほなまた、最後までご視聴ありがとうございました。